まあ、やっていきます。さて、続いてはどんな感じなのかな。ここは入れないのか。じゃあ、ここか、風呂場。わあ、温泉だー。こじまりとしてるが、いい風呂だね。うん、人の匂い落とさないとね。で、ってなると、ちょっと待って、これ、混浴じゃないでしょ？さすがに、イッサとひなちゃん一緒に入るわけにいかん、いや、入るんかい！ここにいるの？イッサさん。ダメかい？ダメかいじゃないよ！ダメだよ！でも、ひなをまたお昼にするのは危ないからね。入浴中にでも襲われたら。もっともらしい理由は尽きてまーん。じゃあ、あっち向いててね。おひなの推しの弱いところが好きでね。こっち見るのは許しないからね。なるほどね。あら、サービスショットやな。気持ちいいよー。こっから来たよー。そうかい、そうかい。羨ましいね。お、風呂に浸かれば疲れ切った体は嫌へ。怪我が治ったと。まあ、特に体力満タンだったんですけどね。そういえば、天と天国へ通じてる抜け道があるってよかったね。そうだね。おひなのおかげで一歩前進ってところさね。ねえ、イッサさん。イッサさんが会いたい天にいる人ってどんな人なの？そうさね。可愛らしい子かね。やばっこくて、肌が白くて。そう、外見じゃなく中身も！中身かい。そりゃもちろん中身も愛らしい子さね。気立てが良くて働き者で、心優しいときたもんだ。ただ、村の人間とは、あんまりうまくやれてないようだったね。どうして？聞く限りいい人そうだったのに。あの子はよく私の祠に来てくれたもんでね。普通の人の子なら聞こえないはずの、私の声が聞こえてたみたいなんだよ。それでどんどん私に話しかけるもんだから、他の村人からしたら、独り言を喋ってる娘だろ。気味悪がられてしまって、どんどん孤立してね。その頃の私も、人に話しかけられるなんざ初めてだったから、そりゃもう楽しいやら、嬉しいやらでね。もう祠には来ないよ。あの時言ってあげればよかったよ。長くなっちまったね。遠い昔の話さ。イッサさんは？どっちがいいんだろう。その子のことが、なんか、どっちもなんか当てはまってる感じがするんだけどな。私ともお話しするのも楽しい。その子のことが大好きなんだね。その子のことが大好きなんだねっていうふうに、ちょっと、ひなちゃんの感じから。だから、あの約束は必ず果たしたいと思っているさ。頑張ろう！絶対天に行こうね！おひなもよくせえね。頑張ってお家に帰るぞ！さて、昔話もここら辺にして、そろそろ上がったらどうだい？のぼせるだろ。そろそろ天神がいたところも平地じゃないかね。じゃあ行ってみようか！よし。ちょっとここが、やっぱりお風呂に入ってると一緒で言いますけどもね、ほっこりタイムでしたね。まあ、たまにやっぱね、ホラーゲームって言ってもね、なんかもうずーっとホラーばっかりじゃなくて、こうやってね、なんかちょっとこう、安心、なんか、なんだろう、安らぐシーンがあるとやっぱいいですよね。さて、その天神がいたところ、確かこっちから来たんだったよね。天神さんがいるかもしれないし、近いのやめとこう。ああ、そっか。じゃあ、こっちにしましょう。こっち側行ける？あ、いけた。あ、よかった。祠があるセーブができる。どうした？大丈夫、イッサさん。ただの立ちくらみ。大丈夫、大丈夫。でも、顔色が。ちょっと天国の穢れに当てられただけさね。体しんどくない？肩貸そうか？まったく、おひなは心配性だね。さすがに長いことここに溜まりすぎたか。あ、違うな。さすがに長いことここに留まりすぎたか。早いとこ済ませないと。それにしても、なんでおひなはこんなにも体に穢れをとどめて平然と、こんな量、
どこで溜め込んできたのかね。この子は一体。いっそさん。ほら、大丈夫だろ。そんな顔しなさんな。せっかくの可愛いお顔が台無しじゃないかい。うん。よし、じゃあちょっとセーブして。行きましょう。いるじゃん。いたよ。あれ、天智さんたちだ。私たちを探してるのかな。あれはもう天神じゃないよ、王妃だ。え？言ったろ。煉獄に流れにくとまどまりすぎて、汚れに耐えられなくなった姿さ。あれはもうもののけだ。そんな。蝶の御水を直してもらいたいがために、良い行いとして、無理やりお雛を天へ連れて行こうとこっちに来た罰だね。天神は欲深いんだ。それじゃあ、見つからないようにすんな方がいいよね。そうさね。もののけの天神に見つかったら何されるか。たまったもんじゃない。これか、また。そしたら、行けるところは、どこからだ？これはどこから行けるんだろう？え？ああ、そこか。で、こう行って、で、とりあえず当たらないように、見つからないように。もうちょっと天神がでかすぎて、ちょっとさ、天神がでかいからさ、ずれえな。でも下のやつこれどうやって行けばいいんだ。あ、なんか急に振り向くんや。怖っ。よし、そうそう行くか。あ、こう行くんか。はいはいはい。でもうこれで大丈夫か。で今、あ、はい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 。でこうやつは横スライドと下向きに向いてたな、今。じゃあちょっと、こいつは、今行けるか？あ、今行ったらダメだ。あぶね！ここやな。このタイミングで行くしかないな。あー、ちょっと待ってな。しかし、花の顔をした天神ってな。さて、で、これで下向くから、下向いた。で、横を向くね。で、横通り過ぎたらそろそろ。行きましょう。このタイミングから。よし、ここだ。さあ、ここからがちょっとわからないぞ。こいつは結構長いスライドやな。で、振り向いたら行こう。あ、いいタイミングじゃん。で、もう行っちゃおう。行こう。よし。ここまで来れば。おー、大丈夫か？イッサさん！しっかり、しっかりして！イッサさん！イッサさん！大丈夫か？イッサ。大丈夫？イッサさん！よかった。あ、私は、外の廊下で倒れたの。気分はどう？ああ、悪かったね。急に倒れちまって。すまないね。これじゃあ私、ただの足でまといさね。そんなことない！ないけどね。ないけど。やっぱり無理はしないでほしいの。だから、イサさんはここで休んでて。お願い！わかったさね。でも危ないことがあればすぐ逃げてくるんだよ。了解しました。あとはおひなの丸いお尻を人撫でさせてもらえたらすぐに元気が出るんだけどね。セクハラですよ、おバカ。冗談冗談よ。もう
それじゃあ行ってくるね。行ってらっしゃい、おひな。はい、ということで、光には触れずに、よし、セーブして、よし、行こう。じゃあ、どうしようかな。まずはこっち行ってみよう。なんかあるかな。あ！来た！アリンコと神様の第3弾。これはちょっとさすがに気になるからね、内容が。アリたちは神様と仲良しのアリを捕まえました。チタバタと暴れるものだから逃げないよう足を噛みちぎり。プチリ、プチリ。それでも暴れるものだからさらにプチリ。気づけば仲良しのアリは死んでおりました。死んでしまってはいけねえな。けれど死んでしまえば仏として神様に会える。神様喜ぶんじゃないだろう。神さん、え、じゃあアリスたちは自分たちがしていることは正しいことだと信じていました。そしてアリたちは誰一人として気づくことはありませんでした。雨から守ってくれたのは神様ではなく家の近くにある木の葉だったってことを。その木はもう枯れ果てアリたちの巣を守れなくなったことを。仲良しなアリを失った神様の涙を誰一人気づくことはありませんでした。終わり。悲しい。なんと無知なアリたちよ。だからもう本当は神様守ってんじゃなくてその木があった木の葉がその雨を守ってくれたんやと。そういうオチやったんやな。え？扉の鍵は閉まっている。さらに扉の向こうから何かが暴れてるような声が聞こえて。え？どうしよう。真ん中の扉が開かないと先に進めないよ。誰誰誰？え？え？どこどこへ行ったの私の愛しい子。早く早く出てらっしゃい。お願いだから。ああ、こんなことになるならこんなところ来るんじゃなかった。私の子が。誰？私の子ってことは迷子かな。今は通れなさそうだけど、お子さんが見つかったら先の道に進めてくれるかもしれない。よし、そうと決まれば、私も探すのをお手伝いしよう。でも、どこで迷子になってるんだろう。ん？そういえば、さっきの天神さんたちがいた部屋、大きな壺がたくさんあったし、もしかして。戻れってことね。わかりましたよ。じゃあちょっとセーブをして、ちょっと頑張りまーす。よいしょ。いるー。あ！しかもそこにセーブポイントがあった。よし、調べるぞー。ここには何もない。何もない。よいしょ。さあ、天神たちがいる部屋のところ、また戻ることになろうとは。で、戻ってまた行くんでしょ？やったねー。開けるかな？よし、こう。何もない。何もない。ここは何もない。こういう壺も調べるのかな？ああ、調べる。何もない。これは？関係ない。いるよ。それこいつ縦ライン見てくるやつやったやん。ちょっと後ろについていきながら行こう。危ないね。これ振り向かないかな。大丈夫かな。あー、振り向く。あー、やってもうたー。すごい元気な赤ちゃんやな。
そんな赤ちゃんを抱えながらこうやってこう、あの天人の天人、もしくは天神の後ろを歩くひなちゃんもなかなかに、まあ確かにさっきも言ってたけど体勢がついた言ってたけどね、ほんま体勢ついてない。さあ見つからないようにね、これ見つかったら一気でゲームオーバーになったから、よし待つ待つ、タカゴ、よしで、こいつがまあいいや、大化せよ。さあ赤ちゃん抱えてるからね、待つよ待つよ、またしまーつはいつまでも待つはだけどもしびれ切らすほど待たされると嫌ねーよ、よしよし早く行って早く、そしてここに入る、こうやって私は壺私は壺って思いながら、私は壺私は壺って思いながらやり過ごす、私は壺私は壺って思いながらやり残す、そして待つ待つ、タカゴ、よしよし、どんどん進んで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 、ゴール、よーし、あともうちょっとでお母さんに会えるからね、あおいない、私の子がどこどこへどこへ行ったんだ、おお、びっくりした、ええええええ、私の愛しい子、あの貴様盗んだのか、私の好欲もダメだ、怒りで我を忘れてる、私の後悔する、いやキャッおお、ここに行くのね、ギャー、ちょっと天神いなくなったからよかった、そういうことしてくんの、近いっす、ちょっと金色のなんだ、金色のなんだ、ちょこれどこ行けばいいの、ちょっと待って、待って、私の後悔す、おー、いっさー、時が止まってる、危機一髪ってどこっさね、いっささん、嫌な予感がしてみた、おひな、ぶちかい、すげーな、ザ・ワールドを使うとは、どうなんの、無事だよ、でもいっささんが、私の力ももう弱い、すぐに力が解けるから早く逃げるさね、いっさんさん、あー解けちゃった、今のは呼吸の場面を、え、うっ、赤ちゃん、おお、あ、金色仲間、お母さん、めっ、お、何、助かったん、おお、イサさん、これ以上ここにいたらイサさんが持たない、あのさっきこんなところ来るんじゃなかったって言いましたよね、もしあなたが天から来てたのなら、もしあなたが天国と天をつなぐ抜け道を知っていたら私たちに教えてくれませんか、どうしても今すぐに天に行きたいんです、けど訳があって普通の聞かれちゃダメなんです、貴様の言う通り、私は天から来た、子供たちの散歩に来たのだが、この子が迷子になってしまって、さっきは取り乱しを追い盛り悪かった、阿弥に
私が使った天への抜け道を教えてやる。とは言っても、私が先ほどいた部屋の先だ。まっすぐ進めばたどり着くんだろう。ありがとうございます。人の子が、あまりこの世界に居座らない方がよい。きつい汚れが充満しているからな。ソラ、そこにいる男、もののけになりかけているではないか。リッサさん、リッサさん、天への抜け道分かったよ。あともうちょっとだから、もう少しの辛抱だからね。ああ、絶対に、絶対に大丈夫だからね。すぐに着くからね。大丈夫かな。ただの人のことに、人の子は言わない、平気だ。貴様は私の子を助けてくれた。決して忘れる。恩だなんて、でも、ありがとうございます。確か頑張ります。まあ誤解が解けてよかったよ。貴様、体の中に、いや、なんでもない、道中気をつけろ。はいはい、またね。何かを気をつけろってことが分かった。